ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、ほおずき用夫婦。ほおずきか、綺麗でいいな。ほおずきで可愛くなっちゃうわ。それで食用ほおずきもあるんだぜ霊夢。食用、はあはあ早く食べたいわ。さらに栄養豊富で体にいい効果もあるから霊夢におすすめだな。そうね、私にぴったりね。私はヘルシーセクシーだから食べる必要ないわよ。はいはい、わかりたいだぜ。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は食用ほおずきの栄養について解説するぜ。食べれるなら美味しく食べるわよ。ほおずきはナス科ほおずき属の多年草で、日本では観賞用として育てられることが多いな。そうね、夏が終わる感じがして秋っぽくて好きだわ。ほおずきはアジア、ヨーロッパ、南北アメリカに約100種類もあり、ヨーロッパやアメリカでは食用のほおずきを栽培しているんだ。食用のほおずきには薄い殻の中に丸い実が入っていて、ベリー類のような味わいがあるんだ。日本でも少しずつフルーツとして広がっていて、ストロベリートマト、フルーツほおずき、ほおずきトマト、オレンジチェリーという名前で販売されてもいるんだ。じゃあその名前だと食用ほおずきなのかもしれないのね。食用ほおずきは甘酸っぱいベリーのような味わいで、アメリカではフルーツとして扱っているんだが、日本では扱いがまだ定まってないようで、野菜として扱われることが多いんだ。トマトも果実なのに野菜に分類されてるから同じようなもんね。観賞用のほおずきは赤色の殻に覆われているんだが、食用のほおずきの場合は薄茶色のカサカサした殻なんだ。中にはオレンジや緑色などのツヤのアルミがあり、中には白い種があるんだが口に残るようなものではないんだ。よく見たらトマトみたいね。そうだな、どっちも同じナス科の野菜だから似ているんだぜ。食べ方はそのまま食べるのもいいし、サラダに付け合わせるのもいいんだ。他にもゼリーやムース、アイスクリームに乗せたり、ジャムにするのもいいな。野菜だけど、果物みたいに使うといいのね。それで食用ほおずきの旬は8から10月の間で、7月から出荷が始まるんだ。そして8月からになると出荷のピークを迎え、この時期は価格が安くなっていくんだ。ちなみにハウス栽培されたものもあり、年中出荷されているんだぜ。じゃあ夏の終わりから秋までがいいのね。料理を秋っぽくしちゃうわ。霊夢なら肉料理に乗せて季節関係なく年中食べそうなんだぜ。それで注意したいことがあるんだぜ。食用ではないほおずきには毒性があり、妊婦の人が食べてしまうと、子宮収縮作用で流産する可能性があるんだ。他の植物もだけど、食用じゃないものは食べちゃダメね。そうだな霊夢。次はほおずきの歴史について解説するぜ。まず観賞用のほおずきは東アジア原産で、平安時代から薬用として利用されていたんだ。どのように使っていたかというと、ほおずきの根を水洗いして天日干しにし、咳、発熱、喉の痛み、むくみなどを止めるのに使われていたんだ。ほおずきの方は薬としても使われていたのね。それで食用ほおずきの場合、中南米が原産で、大航海時代以降ヨーロッパで栽培されていったんだ。デザートのような美味しさがあるため、デザートやジャム、ケーキ、アイスクリームなどに使われていたんだ。やっぱり食用ほおずきがいいわね。まったく霊夢は食欲モンスターなんだから。次は食用ほおずきの栄養について解説するぜ。はい、魔理沙先生。食用ほおずき 100g あたりのカロリーは 53kcal で、タンパク質は 1.9g、脂質は 0.7g、炭水化物は 11.2g なんだぜ。果物みたいに美味しいけどそんなにカロリーは多くないわね。そうだな、食物繊維も入っているんだがどれくらい入っているかわからなかったので、今回は量を明記しなかったんだぜ。それで食用ほおずきに多いビタミンミネラルには、ベータカロテン、ナイアシン、鉄分があるんだぜ。ベータカロテンは体内でビタミン A に変換される野菜や果物に含まれている色素成分で、抗酸化作用があり、またビタミン A に変換されることで、皮膚や粘膜を乾燥から守ってくれ免疫力を高めてくれるんだ。もし喉などが乾燥すると喉にウイルスなどが長くくっつき、そのまま体内へ侵入してくるんだ。なのでビタミン A はウイルスが侵入してこないようにすることで、免疫力を高めてくれるんだぜ。ガードするのね、ほおずきガードよ。また目の健康を保ち乾燥も防いでくれるので、目を酷使している人はぜひビタミン A に変換される β カロテンを摂取してほしいな。それでナイアシンはアルコールを分解するのを助けてくれるビタミンであり、お酒のお供にぴったりなんだ。ちなみにドライの食用ほおずきもあるので、お酒のおつまみなんかもいいと思うんだ。お酒のおつまみに、いいわねう夫婦。そして最後の鉄分は赤血球の中にあるヘモグロビンの材料になるミネラルなんだぜ。
ヘモグロビンは酸素の受け渡しをするのに重要な部分なので、鉄分をきちんと摂取しないと、貧血になる可能性が高まるんだ。じゃあ食後のデザートにちょっと鉄分補給にいいかもね。そしてホオズキにはイノシトールという成分が含まれているんだぜ。イノシトールは筋肉や神経に多く含まれている成分で、昔はビタミン B 群として扱われていたんだが、現在ではビタミン用物質として扱われているんだ。イノシトールは植物だと穀物のぬかや豆にも含まれ、匂いはなくすっきりとした甘みのある糖アルコールなんだ。イノシトールは体内で合成できる成分でもあるんだが、体内で合成できるのには限りがあるので、食品から摂取することでその効果を大きく発揮できるんだぜ。じゃあどんな効果があるのかしら？イノシトールの効果を発揮するわよ。まずは肝脂肪を予防する効果なんだぜ。肝脂肪とはその名の通り、肝臓に中性脂肪やコレステロールが多く蓄積した状態なんだ。これが長く続くと肝硬変や肝臓癌になる可能性が高くなり、あまりよろしくない状態でもあるんだ。でもイノシトールには体の脂肪の流れを良くして、肝脂肪の蓄積を防ぐ働きがあるんだ。また血管のコレステロールの流れも良くするので、コレステロールによる動脈硬化も予防してくれるんだ。そうなのね、食用ホオズキ食べて肝臓すっきりよ。もちろん運動したりしないとイノシトールもお手上げなんだぜ霊夢。わかってるわよマリサ。次は神経の機能を正常に保つことなんだぜ。イノシトールはリン脂質の構成成分であり、リン脂質は脳細胞に栄養を供給したり、神経の働きを正常に保つ働きがあるんだ。なのでイノシトールでリン脂質を補えるようにすれば、神経の伝達が良くなり脳の機能も良くなるんだぜ。頭にもいいのね、ホオズキ食べて天才になっちゃうわよ。霊夢は食べることに関しては頭が働くんだぜ。その他のイノシトールの効果には、腸の筋肉の収縮を高めることで、腸の便の流れを良くし、便秘を改善してくれる効果があるんだ。じゃあ食用ホオズキでブリブリ天才セクシーになっちゃうのね。はいはい霊夢はブリブリなんだぜ。次は食用ホオズキの選び方保存方法について解説するぜ。食用ホオズキは殻、ガクがついているものが良く、ついたものの方が中の身が傷つきにくくなるんだ。また身がオレンジ色のものであれば、綺麗なオレンジ色のものを選ぶといいんだぜ。私はリボンがついていて、ツヤツヤなお肌なのがいいのよ夫婦。食用ホオズキは湿気に弱く濡れると傷みやすいので、保存するときは、殻がついているものはそのままの状態で紙にくるんで、ビニール袋などに入れて冷蔵庫に入れるんだぜ。今日は食用ホオズキを食べるわよ。みんなが食べてないもの食べてマウンティングしちゃうんだから。まったく霊夢はやれやれなやつなんだぜ。優雅な私に嫉妬しちゃいなさいよマリサウ夫婦。呆れるんだぜ。中野なら、焼き鳥ファイヤー、ホトトギス。あ、信長よ、信長。なんで信長がいるんだぜ。珍しいもの好きの信長に食用ホオズキを自慢してあげるんだから、私の美味しそうなホオズキ食べたいでしょう夫婦。美味しそうなまんじゅうをファイヤー。じゃあ、ファイヤー。食べぬなら、焼いてしまえ、霊夢ちん。なんて珍しいまんじゅうなんだ。しかも焼いたらいっぱい油が出てかよくマシマシだ。ファイヤーよマリサー、ファイヤー。ホオズキよりも霊夢の方が珍しいんだぜ。